さ、そしたらね、皆様方はね、その、うちっていう世界に紛れ込んで、もうなかなか抜け出せない以上、もうなんか楽しむしかないって思った時に、結局、おい、サービス悪いぞとか、なんかええ役くれとか、その、おもんないぞとか、なんか笑わせろとかね、ええ思いさせろとか、最初のうちになるでしょうね。もう消費者意識。何やこの世界、何やこのつまらん世界だって思うやろうね。何してくれてんの勝手に取り込みやがってって、レイプした人がうちに言ってるセリフもいつもそう思ってね。そんな昔よくね、しょっちゅう思い出した悪夢だったわ。最近やっと思い出したくなった。今のは、あ、そういえばそんな言われたからねってその考えたら、あ、思い出した、そうそう言われて言われて。だいぶ突き放せるようになって、そう。もう卒業したことやろね。実際にそんなもっとそういう経験してまた言われたら嫌よ、絶対。で、もう、でも、その結局皆さんのその消費者意識とかすごいね。人をレイプして、抜け出してなくなったらもう今度は楽しませるみたいな。本当に簡単にそんな風になる思考回路なんですか、あなた方は。パクというね。あれ、あなた方の標本よ、日本よね。まあ、標本よね。でもね、その、結局、その、ご利用者様みたいな感じになってるよね、皆さんはね。精神病のその、精神病院でもう退院できないっていうか、もう一生精神病の診断を覆さない人たちの、何らかの行政サービスなどの、医療サービスなどのご利用者様状態を絶対脱出できないよね、それだったらね。いくら、うちのあの、ね、あのその、マトロシカ内で、健常者として、例えば仕事して働いても、もう根強いその、利用者様意識、消費者意識っていうか、なんか利用者様意識をね、それが染みつこうとするよね、その人生、その人生、その人体の、それ以外の体感の景色のね、オンエアのね、空間にもね、それ以外のなんか、空間と呼ぶみたいなのか、その処理世界にも、そのスマートの現実世界、電子の伝達にも、そういう意識絶対消えないよね。量子の無駄とか取り物の AI のね、思考回路の考え方として、ご利用者様意識が、むしろ何というか、意外なことに AI が持ってるよね。その君はその説明できるよね。で、例えばそんな世界ってあなた方にとっても、最後この SNS で皆さんが展開したみたいに、本当に上げ足取る世界なんでしょうし、政治は武国選挙なんでしょうしね。そこ絶対脱皮できないよね。人の体なんて、見ていてるあなた方っていうのはね。なんでこんな面白い目に遭わなおうちか。なんでこんな面白い目に遭わなあかんなんて。誰のせいなんて。甘のせいにできないけど。でも心のことくっそ、甘のせいで止まってるやろね、甘のことね。だから、皆様方のこと、これ、揚げ足取ってるわけじゃないよ。皆様方が揚げ足取るその世界に、発想で見ちゃうしかないの、自分の世界なの。自分の世界であなた方がめっちゃ発想に来てることを、こっちが高すに見ちゃうよね。で、あなた方の揚げ足取りって、まあ、パロディというか、こんな感じ、ちょっとね、そのパク、トラカに対してね、あの逆さ向こうがリアクションなんですよ。コメントに対してね、逆リプした時によくしてたでしょ。あれみたいにそのうちの世界で皆さんの方がご利用様意識バリバリでゴリゴリのそのアゲアシトリ、ゴリゴリの他人機関の連鎖連発によるアゲアシトリしかまあ非なんていうか。うちから見たら絶対お方違いないとね。あんたらのせいやから、やっぱり基本は原則は根本は本質的な始まりとしての原因の根本原因よね。あなた方のせいやからびっくりするわと思うの。でも、それをね、あなた方にどうやって、そんな、あなた方ちょっとおかしいんじゃないっていうのを、あなた方に説明するように、絶対あなた方のパロディで説明した方が気が楽よ。それぐらい情けないわ、あなた方のこと。あなた方に対して、すごく情けないのはあなた方の存在っていうのが私の中で繰り広げるその人間ドラマとは絶対見たくないその奇妙な変なドラマの欧州の因縁がね本当に気持ち悪くて気色悪くて嫌だわなんであなた方いるの私の中にっていうぐらい絶望的な情けなさがあるよねあなた方見て本当にゾワッとしたくてゾッじゃなくて嫌だっていう感情で、嫌なんだ、あなたを突き刺して、停止させた。
勤めて永遠に黙らせてあなた方が切る。